この山に住む我ら一族は古来よりストレスをためやすく、すぐに争いを起こす性質を持っていた。そのため一族の半数が死に絶えるということが過去に幾度となくあった。だから我々はピュートーンを作った。一族全員が見下せて好きにストレスを発散させ、留飲を下げるために作られた絶対にバカにできる怪の竜、それがピュートーンなのだ。だから勝手に出て行かれては困る。わかったかね、矮小な人間よ。竜の一族はピュートーンがいない間に溜め込んだ負の感情を爆発させた。檻に閉じ込められたピュートーンはなすすべもなく悪意にさらされる。容赦なく浴びせられる罵声、絶え間ない暴力、嘲笑、侮蔑、暴虐の限りを尽くされ、二度と逃亡できないように翼も折られた。血と涙と汚物にまみれた檻の中、ピュートーンは朦朧とした頭で考える。